日本ソロ学会2021年度大会の特別講演を始めます。司会は私、日本ソロ学会会長を務めております佐藤光成が担当いたします。今大会の講師にお招きしたのは、慶應義塾大学名誉教授、巽孝之先生です。巽先生のご業績は膨大であり、どこからどのようにご紹介したらよいのか、教え子の私も途方に暮れるほどです。今大会の共催学会であります芸文学会が発行する芸文研究という会誌があります。芸文研究2020年号は、大串久代先生が作成した巽先生の履歴研究業績を掲載しています。これによると、短調だけでも慶應義塾大学福沢賞を受賞したニューアメリカニズムやアメリカンソドム、リンカーンの世紀、フルメタルアパッチ、パラノイドの帝国など25冊を数えます。日本翻訳大賞を受賞したサイボーグフェミニズムをはじめ、新潮文庫からポーの翻訳書の数々など訳書も数多く、訳書と編著は40冊に及びます。主たる論文に限っても111本、英語圏でのご業績も含めて共著は61本、学術発表に至ってはご講演とシンポジウムに限っても290本以上になります。ピューリタン時代に博覧狂気の牧師コットンマザーがおります。マザーは説教するたびにそれをパンフレットとして出版したせいもありますけれども、出版物が400にも上りました。このことを知って驚く人は多いでしょうが、巽先生のご業績はマザーをしのぐスケールがあります。ちなみに先生のゼミ生が編集を担当します雑誌がありまして、このタイトルがパニックアメリカーナと題します。これはコットンマザーの主著であるマグナリア・クリスティ・アメリカーナにちなんだものです。先生はこれまでヘンリー・ソローに関しても強い関心を持ち続け、論集反知性の帝国やミネルヴァ書房もっと知りたい世界の名作の世界第3巻ウォールデン初集の論考では、反知性の伝統からソロを論じてこられ、学術誌ナラティブ、後に短調 Young Americans in Literature に収録された英語論文ではウォールデンの音の章を、また谷川敦史廃墟大全初集の論考ではケープコッドを斬新な視点で取り上げてこられました。短調の数にも増して多いのが研究者として育て上げた教え子の数です。学生指導にも時間や労を惜しむことなく、一体いつこれほどの業績を上げる時間があったのか不思議なほどです。教え子たちにとって毎年夏に合宿をした思い出の場所が八ヶ岳です。今回のご講演では八ヶ岳とソローが先生のファミリーヒストリーを介してつながっていきます。今年度はコロナ禍に対応すべく、ソロ学会では初めてのオンライン開催になりました。新しい事態には新しい形態を持って挑むべく、今回の講演は慶應義塾大学北館ホールを使用し、編集作成には山口隆氏にご尽力をいただいた動画をお届けしようと思います。それでは巽先生、よろしくお願いいたします。佐藤会長、どうも過分なご紹介に預かり、恐縮しております。巽孝之でございます。本日はタイトルを時をかけるソロ、寄せ見て熊の八ヶ岳、という形でお話ししようと思います。というのは、今日お話しするのは日本ソロ学会ですから、
いわゆるソロの専門家の方々はもうたくさんおられるわけで、まあ、そこに、まあ、私があのソロだけを論じて、まあ、1ページを付け加えても、まあ、あんまり面白くはないのではないかと思います。まあ、今ご紹介に あったように、まあ、私自身もこれまで随分、まあ、ソロについては折に触れて、まあ、論文を書いてはきたんですけれども、しかし、まあ、いわゆるソロの専門家というよりは、まあ、私は一応自分の意識としてはアメリカンルネッサンスの、まあ、専門家という、意識でおりますので、まあ、本日はですね、まあ、もうなんで「時をかけるソロ」というタイトルにしたかというと、やはり、まあ、もう、まあ、世界の端々で、ソロを感じる瞬間というのが、まあ、あるわけですね。でそれは今佐藤会長がおっしゃったように、まあ、私自身のファミリーヒストリーも、まあ、やや関わってくる。まあ、ソロの名前というのが、まあ、何らかの形で自然保護運動と関わっているとすれば、まあまあ、私の、まあ、家族も何らかの形でそれに関わってきた歴史があるということをちょっと重ね書きする形でソロを語ってみたいというのが、まあ、本日せっかく与えていただいた、まあ、特別講演の趣旨でございます。それでこの一番最初 の、まあ、パワーポイントの、ページには、まあ、いくつかスライドをご覧に入れているんですけれども、今日のサブタイトルは「寄見て熊の八ヶ岳」ですので、この特に右側のまあまあ、3枚揃っている写真はこれはいずれもですね夕方の風景でありますが、一番上から寄せ見て熊の八ヶ岳であります。でこう並べてみるとまあ、夕方の中に何かこの3つの、まあ、地域が、まあ、共通する点が浮かび上がってくるようで、まあ、少し面白いと思って並べてみました。で、まずまあ、私はソロのこのアメリカ的学者、まあ、これはもちろんアメリカンスカラーといえばソロの師匠であるラルフ・ウォルド・エマソンのエッセイのタイトルでありますけれども、ソロにもですね、ソロなりのディ・アメリカンスカラーがあるのではないかというふうに思っています。それでまあ、ウォールデンを、まあ、読んでみますと、やはりこの一番最初にケンブリッジ・カレッジ、まあ、これはソロはハーバード大学のことを絶えず、まあ、ケンブリッジ・カレッジというふうに、まあ、呼ぶわけですけれども、やっぱりこう学問の府である、まあ、ハーバード大学というのは存在するんだけれども、やはりここで彼が言ってるのはそういう、まあ、大学という制度でなくて、まあ、それ以外で まあ、身につける、まあ、ものに、まあ、本当の、まあ、知識というのがあると。だから、まあ、大学で教えられるものには限りがあるという、まあ、これは一種の正論であって、エマソン自身も同じことを言ってるわけで、そしてまあ、我が国の、まあ、福沢諭吉も学問の勧めで、まあ、ほとんど同じシナリオをなぞっているわけですね。で、私はそういうところにまあ、ソロの、まあ、一つ、まあ、反権威主義的なものを見るわけですが、まあ、それと同時にまあ、ソロが一体どういう人を天才というふうに思うのかという点でも、これはまあ、非常に面白くて、まあ、エマソンもですね、天才論というのがあるんですね。まあ、エマソンはいわゆるそのロマン主義的な、まあ、天才に限らず、さまざまな引用ができる
いろんなテクストから引用ができる人の能力もまた天才というふうに考えるっていう、かなりポストモダンな感覚を持ってた人ですけど、ソローにとっても一つの天才っていうのは必ずしも文明人に限らない、だからやっぱり森の中の木こりのような人の中に天才を見る、でそれは名もなき木こりですよね。だからエマソンの場合はまだ固有名のある、西欧的な偉人の概念が厳然とありますけれども、ソローはやっぱり名もなき、木こりなどに目を向ける。そして、ソローの中で私が割と好きなのが、メインウッズなんですけど、メインの森ですよね。でその中でやはりインディアン これはペノブスコット族の、ジョーポリスという、インディアンに道案内をしてもらうというのがあるわけですけれども、その彼と暮らしていくうちに、いわゆる白人的というか、西欧的な、地の体系とは全然違うインディアンならでは の地の体系を見出すわけですね。ですからそれはもう到底ソローがいろんな形で、学校で習ってきたようなのとは全く違う、自然の観察の仕方というのがあるわけで、そういうところにやはり当時の、アメリカが、進行させていた、近代化からは外れるけれども、しかし全く別の一種のオルタナティブとして、重要な地の体系というのをそれこそ名もなきインディアンが持っているのではないかということですね。ここで多分、いわゆるソロ研究ではあまり言及されないんじゃないかと思うんですけれども、私の好きなリチャード・ホフスタッターという、コロンビア大学の、政治史家がおります。この人は、我が国では一時流行語のようにもなった、反知性主義という言葉を、冠した、アンタイ・インテレクチュアリズム・イン・アメリカン・ライフという、名著があります。1963年に、公刊されました。でこの反知性主義 の概念を徹底してアメリカ史の中で突き詰めた人ですね。でこれはピューリタンの時代から現代に至るまでの、反知性主義の系譜というのを、徹底的に、洗い出したわけですけれども、今日は これについて話す、この本について話す場ではないので、シンプルにいきますけれども、アンタイ・インテレクチュアリズムというのは基本的に私は日本で言われているようなものではなくて、アメリカ国内ではかなりアンビバレントな価値体系だと思っています。つまり言い換えればむしろ反権威主義なんですね。だからいわゆる大学とかそういう制度が与えてくれるもの以外で得られる知識などを評価する体系であるわけだから、これ反知性主義というよりは反権威主義と言った方がいい。でそれがエスカレートすると、確かに一種の、軍事的なロジスティックスとか、そういうものを稼働させてしまうので、知識人が軽視される傾向にある。でだから反知性主義、反権威主義がエスカレートすると危ないこともあるわけです。しかしこのアンタイ・インテレクチャリズムに連なるアメリカの文学者たちっていうのは、それこそ今例を出したようにエマソンとかソローもそうですし、あとメルビルとか、現代ではフォークナーとかボネガットとか、そういう作家たちもアンタイ・インテレクチャリズムを、一つのアメリカニズムとして持ってるわけですよね。だからアンタイ・インテレクチャリズムは非常にアンビバレントなものである。つまり
危険な要素もあるけれども、逆にそれがないとアメリカ文学史そのものも成立しないような、まあ、そういう何者かであるというふうに私は捉えていますが、このホフスタッターの、まあ、主張、アンタイ・インテレクチュアリズム・イン・アメリカン・ライフの中でソローが非常に高く評価されているわけですね。だからそれはソローがやはりまあ、反権威主義的であり、まあ、かつ日常的な生活の中に、それから西洋的な基準では当てはまらない、まあ、アメリカ先住民の生活の中に、まあ、新たな、まあ、地の体系を、まあ、見出したということが非常に大きいと思います。でその意味では、これはフィリップ・グラがですね、これは96年の、 まあ、このここに掲げました本、The Crossroads of American History and Literature という、まあ、名著がありますけれども、この中でまあ、エマソンの代表作は Representative Men、まあ、代表的人間というですね、まあ、これは西欧のそれこそシェイクスピアとかモンテーニュとか、まあ、そういう偉人伝を、まあ、並べた本が一応エマソンの代表作ということになってますけれども、そして代表的人間というタイトルがついてますけれども、フィリップ・グラはまあ、ソローにも代表的人間というのがあるのではないかと。そしてその代表的人間というのは、これもまたその普通の偉人伝では名前が出てこないような、まあ、名もなき者たち、だから先ほど言いました木こりであるとか、それからメインの森で案内をしてくれたインディアンであるとか、まあ、そういう人たちが入ってくるのではないかということをまあ、フィリップ・グラが言っていて、私はこれにもう全面的に、まあ、賛成、いたします。そして、こういうやっぱり、まあ、インディアンに対する、思いっていうことを、まあ、考えますと、これはアメリカの膨張主義政策ですね、マニフェスト・デスティニーに根ざす、これは明白なる運命というのは、これはもう天から与えられているんだから、もうまあ、アメリカの白人がどんどんこう、まあ、未開の地を開拓していって、インディアンもどんどんリザベーションに追いやっていくというのは、これは当然なんだというような、そういうスローガン、それに対してソロは、非常に否定的でありました。 ですからやはりそこは筋が通ってるわけですね、つまり まあ、反権威主義としてのアンタイ・インテレクチャリズムというのと、まあ、アメリカがどんどん膨張していくためにマイノリティもどんどん弾圧していくというのは、これはやはり良くないというふうに、まあ、ソローは思っていたわけですが、まあ、結局そういうアメリカの、まあ、フロンティアスピリットっていうのが、まあ、一つのピークを迎えるのは1890年であります。これはサウスダコタの、まあ、ウンデッドニーで、まあ、インディアンの大虐殺が行われて、で、まあ、その時点においてまあ、白人文明が推し進めてきたまあ、フロンティアの、まあ、開拓というのは一段落すると。でそれはまあアメリカ史の用語ではフロンティアの消滅という言い方をします。フロンティアが消えてなくなるっていうのは、もう未開の部分がもう北米大陸にはもう存在しないと、全て白人の制圧下に入ったということですね。でこれはやっぱり1890年というのは、まあ、そういう象徴的な年で、でまあその3年後の1993年に
この歴史家のフレデリック・ジャクソン・ターナーが、まあ、有名な、まあ、あのフロンティア論を書いて、で、まあ、アメリカ人を突き動かしているのは、まあ、何らかのフロンティア・スピリットなんだということをあの、まあ、体系化したわけですね。でしかしあのこの、まあ、1890年というのは、一方であのアメリカのその自然保護運動ということから考えると、まあ、非常にこれもまた象徴的な年でありました。というのは全く同じ1890年にこれはあの、まあ、ソローのことを、まあ、深く尊敬している、まあ、ジョン・ミュアーがですね、これはあのカリフォルニア の, あのヨセミテに、あるその、まあ、自然を国立公園にするという、まあ、そういう目論みがあの見事にあの叶った年でありました。ヨセミテ国立公園、これが1890年に成立いたします。で、まあ、そこにあの、まあ、一つ、写真がありますが、これなどはあの象徴的な写真で、まあ、これはあの右側のあの、まあ、ヒゲ生やしているのはジョン・ミワですけれども、あの左側はこれはあのセオドア・ローズベルト大統領であります。 ですからあの、まあ、ローズベルトまで一応あの、まあ、加担する形でこういうあのアメリカ の,、まあ、あの自然というのが、保護されていくというのは、まあ、これはあの非常に重要な動きであった。しかし、この同じ1890年であったということを考えると、まあ、あのやや複雑な気持ちになりますね。まあ、あのなぜならば、まあ、先ほど言及したようにその1890年には、まあ、サウスダコタで、ウンデッド・ニーの虐殺が起こっている、まあ、インディアンが徹底的に、まああのまあ、討伐されている。しかし、まあ、全く同じこの1890年に、同じくあのまあ、あの原住民としてのインディアンがあの住んでいるこのヨセミテが、まああのまあ、自然保護の対象になって、そしてあの国立公園として確立する。そしてあの当初は、まあ、ここにあの暮らしていたあのインディアンたちもあの、この国立公園をあのちゃんとあの成立させていくための、まあ、手助けをいろいろしていた、まあ、決して白人たちと の, あの関わりが悪いわけではなかったということです。だからあのそういう2つの、まあ、見方によっては矛盾する動きがあの同じ1890年に、まあ、起こっていたというのは、まあ、あの大変皮肉なことではありますね。で、ここであのヨセミテというものをちょっとあの考えてみると、あのこのヨセミテにこう巨大なセコイアがあるんですね。でこれはあのトンネルツリーという言い方もあのされる、あの正式にはあのワオナツリーというふうに、まあ、言うんですけれども、まああの分かりやすく言うとトンネルトリーですよね。まあ、真ん中にあの、人や車があの簡単に通れるトンネルがあの、開いている、そういう巨大なあのセコイアが存在するということです。これはあのヨセミテ最大 の,、まあ、あのスペクタクルとしてこの、ワオナトリーをあのまあ、見物するのに非常にあの便利な場所に豪華なホテルまで、まあ、建ったりしています。そして、まあ、そこには、まあ、もちろんその原住民もあの多々いるわけですけれども、まあ、あのこれは神からの、あの賜物なのだと
いう、まあ、そういうビジョンのもとにですね、このヨセミテの、まあ、自然保護運動が、まあ、進んでいったわけです。で、これはあの、まあ、正式には、1890年ですから、90年にあの国立公園として成立してから、まあ、次々に、まあ、観光客が、訪れるようになったということなんですね。だからあのその意味ではあの、まあ、アメリカの自然保護運動と、まあ、フロンティアの開発っていうのが一つ の, あの、まあ、矛盾するベクトルを、まあ、あのはらんでいたけれども、全く同じ年にその、2つ の, あの、まあ、ベクトルが一つの象徴的なクライマックスを迎えてたということは強調していいと思います。でここであの話はそのカリフォルニアからですね、和歌山にあのちょっと移りたいというふうに思いますが、これをちょっと唐突というふうに思う方がいるかもしれません。で、あの私はこのスライドのタイトルを歌集と奇集というふうにしたので、まあ、これもあのちょっとダジャレが過ぎるというふうにお叱りを受けるかもしれませんけれども、でもまあこういう展開にするには一つ理由がございます。それはですね、あの、まあ奇襲ということであの象徴しているのは、ここで見せている写真の左側、まあ、我が国を代表する博物学者の、あの水方熊楠ですね、まあ、あの奇襲出身である。で、熊楠はあのかなり長いこと、まあ、アメリカやイギリスにいたわけですが、まああの一応それはまあ19世紀末までで、それでまあ20世紀にはまあ夏目漱石と入れ替わりにあのまあロンドンから日本に帰るわけです。で、この熊楠と、同郷、まあ、つまり同じ和歌山出身で、まあ、年齢もそんなに変わらなかった、まあ、あの熊楠よりまあ3歳ぐらい上でしかなかったのが、まあ、私の祖父、まあ、辰巳高之丞であります。私の辰巳高之っていう名前はこの祖父の名前から取られています。でその祖父がこの写真の右側ですね。で、彼はあの1880年代にはもうあの、横浜正金銀行に、雇われて、そしてあのそのサンフランシスコ支店に、まあ、派遣されました。で、この横浜正金銀行というのはですね、これはあの今ではあの存在しない銀行なので、まあ、あの歴史に興味がある方は名前だけ聞いたことがあるという人はいるかもしれませんけれども、あの、これはあの現在存在する横浜銀行とは全く別物であります。横浜正金銀行は、その後、まあ、戦後何になるかというと東京銀行になります。そしてその後、東京三菱 UFJ になり、そして現在は三菱 UFJ になっている。だから現在一応あの、まあ、現代の日本人がいろいろお世話になっている三菱 UFJ の、起源の起源みたいな銀行がこの横浜正金銀行でありまして、これはどういう意味があるかというと、まあ、あのこれはあの西郷隆盛にちょっとだけ関係があります。西郷隆盛が引き起こした西南戦争ですね。で西南戦争の後あの経済状態があのガタガタになってしまった日本は、これはあの初めて外国為替というものが必要だということで、いわゆるあの、まあ、為替を専門にする銀行として
この横浜証券銀行を作りました。まあ、作る時にはこれは、慶応義塾の福沢諭吉も関わっていますけれども、その結果まあ、現在では想像もできないぐらい全世界にこの横浜証券銀行は支店をネットワークとして張り巡らしたんですね。でこの初期 の横浜証券銀行の行員の中にはニューヨーク支店に勤めて、その後フランスのリヨン支店に勤めた、永井家父のような文人も、おりました。で私の祖父は最初は、まあ、カリフォルニア州サンフランシスコの、まあ、支店に勤めまして、そして92年の夏にはもうロンドン支店に移っております。そして、まあ、しばらくそこで、まあ、副支店長みたいなことをやってたんですが、やがてロンドン支店長になりまして、そして1920年にようやく帰国しています。だから英米含めてもうこれ合計30年ぐらいを英語圏で過ごしてきた銀行家であります。でこの祖父が、同じ和歌山出身だということもあり、ロンドン時代にですね、南方熊楠と非常に、まあ、深く交流していたんですね。そして双方でやり取りした書簡も、かなり残っています。それは南方熊楠の論文への感想であったり、それから熊楠がネイチャーなどに発表する時の英語論文の校閲であったり、そういう形でかなり交流がありました。それから、まあ、祖父はだから横浜証券銀行の行員でしたから、その時、まあ、お金に困っている熊楠にかなり経済的な援助をしたということも聞いています。そして我が家に伝わっている写真の一つはということで、先ほどのトピックにつながるんですけれども、この先ほどのですね、この巨大セコイア、このトンネルトリーとも言われているこのワオナトリーのこのトンネルの部分に祖父が立っている写真というのが実在してたということを父から聞いています。つまり祖父はヨセミテ国立公園ができたのが1890年ですが、その後サンフランシスコに来て92年の夏にロンドンに行くまでの間にヨセミテ公園に行ったのですね。行ってこの巨大セコイアの前でポーズを撮って、写真を撮っているという、まあ、そういう、逸話が我が家に残っているので、そしてここから先は私の仮説なんですけれども、92年の夏に、まあ、ロンドンに移ってから、ちょうどその頃熊楠もいて、熊楠とは以後熊楠が日本へ帰国するまでの、8年間はかなり交流してたわけですから、その交流の中で、まあ、2人ともかなり酒を飲んだということも聞いています。だからその交流の中でこのヨセミテ国立公園のことを、まあ、祖父は熊楠に話したのではないかという、まあ、そういう推測を私はしております。でまあ、これは仮説でしかありません。仮説でしかありませんが、しかしこの仮説があるとですね、以後の南方熊楠の動きが説明しやすくなるんですね。まあ、それはどういうことかというと、熊楠は帰国してから、これはもちろん1900年代ですけれども、まあ、具体的には1909年から12年にかけてと聞いていますけれども、神社合祀反対運動というのに関わります。これは、結局日本は
まあ、この頃、1894年に日清戦争、そして1904年から日露戦争と、まあ、2つの大きな戦争を勝ち抜いてきたわけですよね。でそれによってちょっと経済的に、まあ、破綻したところもあった。だけれどもこの頃の日本は、非常にナショナリズムが高揚してた上に、この世紀転換期というのは、これはモダニズムに関心がある方だったらもうすぐピンとくるように、アメリカ合衆国は1898年に米西戦争によって、これはかつてスペインのものであった植民地をアメリカが分取るという、守ってあげると言いながら分取るという、まあ、そういう諸行に出てるわけですから、帝国主義ゲームというのがこの世紀転換期に始まるわけですね。そしてこの帝国主義ゲームに、日本もプレイヤーとして加わるわけですよ。でそうするとそのやっぱり帝国主義の、方向性を強く打ち出すには、やはり一つの国家を支える宗教が必要なんですね。で今の日本だとそういうことは不可能だと思いますけれども、まだこの、近代化して、ようやく近代国家の仲間入りをしたばかりの日本であれば、まだ少しそこら辺仕込みをするだけの余地があった。つまり、これは神道を中心にして、一つ国家的に、信ずることのできる体系を作ると。ただしそれにしてはすでに日清日露で相当金を使ってしまったということで、これは和歌山ではですね、神社合祀という、方向になるんです。つまりこれは神道とか仏教とかの、そういう、神社仏閣を結局もうどん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 一緒にしてしまうという、そういう運動ですね。でつまりそれは全てナショナリズムのためなんですが、しかしそういう神社合祀の動きに熊楠は非常に強く反対しました。それを反対した理由というのは、これは結局それによって、自然環境が破壊されるから、自然環境が破壊されるからですね。そしてこの、スライドの下の方にも、記しておきましたけれども、その自然環境の、破壊を憂えるときに、熊楠が、一つ例として出しているのがですね、これが1910年ですよね。でこれはヨセミテの、水流利用案というものを実例として出しています。これはヨセミテの中 のヘッチヘッチ渓谷というのがありますけれども、そこからサンフランシスコへ水を引くべくダムを建設するという案があった。しかしそれはヨセミテの自然景観を甚だしく損なうということで、これは、それ抗議する反対運動が、起こったということですね。で、これは非常に象徴的だと思います。だからおそらくはヨセミテが自然保護運動の結果として、国立公園となったということを、熊楠はおそらく、1892年から1900年の間、その8年間私の祖父辰巳講之丞と交流する間に耳に挟んだのではないかというふうに思います。ですから、そういう形で神社合祀反対運動というのは、これは我が国における、自然保護運動の、一環として、今日では高く評価すべきではないかというふうに考えています。で、本日の、最後のセクションに移ります。今まで
こういうふうに寄せ見てから、まあ、寄せ見ての前にちょっとだけメイン集に触れましたけれども、一応寄せ見てから、まあ、和歌山の話をいたしましたが、まあ私自身 の, 家族 の, 別荘がある、まあ、八ヶ岳山麓ですね。八ヶ岳山麓の中の自然保護運動というものに私の父や、まあ、私自身も間接的に関わっているの で, でそういう因果関係もなかなか面白いと思いまして、ここで披露いたします。でこの八ヶ岳山麓のですね、その、まあ、我々別荘族と言ってるんですけども、別荘を持ってるそのコミュニティがあるんですが、まあ、大体大学の先生とか、まあ、作家の方とか、まあ、それから裁判官、それから芸術家の方が、まあ、多いんですけれども、まあ、そういう人たちで富士見高原愛好会というのを作ってるんですね。でこれは1967年にもう発足したわけですけれども、こ の, 別荘族の集まりである、まあ、高原愛好会の目論みの一つは自然保護運動でありました。でこれはどういうことかというと、その高原にですね、ある日三菱セメントが工場を持ってくるということになりました。そうすると、ここは高原にはさまざまな峡谷もありきれいな川も流れていますから、そういうところがもう汚染されるのはもう目に見えているわけで、そこでそういうまあ、基本的には学者村であるその、まあ、高原愛好会で、まあ、力を合わせて反対運動を行った、まあ、その結果、まあ、三菱セメントは、まあ、ついにこの八ヶ岳山麓への進出を諦めたという、まあ、そういう経緯がございます。でこの愛好会 の, 初期の会員で、まあ、最終的には理事になる私 の,、まあ、父はそういう運動 をまさにしている時に、まあ、会員になってますから、当然その自然保護運動に、まあ、関わっているということになりますが、まあ、現在はちょっと世代も変わりまして、私自身がこの高原愛好会 の, 会長をさせられていて、まあ、こういうその50年の歴史を振り返る、まあまあ、教著もですね、これは裁量者から出してもらったりもいたしました。まあ、この愛好会にはかつて甘江の構造で有名な土井武雄先生であるとか、それから民法の神様と言われる星野栄一先生であるとか、それから裁判官 の, まあ、倉田拓司さん、倉田拓司さんは世紀の起書と言われる家畜人やプーの真の著者じゃないかと言われている人ですけれども、そういう人も、まあ、お入りになっていた、まあ、だからなかなか面白いメンバーが揃っていて、それでまあ、同じ別荘地には文化人類学者 の, 今福隆太さんの別荘もあったりいたします。ですから、まあ、そういう意味では、まあ、なかなか面白いコミュニティなんですけれども、その基本が自然保護運動であったというのはこれは非常に、まあ、重要な局面だったのではないかと。だから、まあ、普段、まあ、我々個人ではそういう自然保護運動っていうのはあんまり実感しないんですけど、こういう共同体として何かメッセージを発すると、やはり何らかのそういう、まあ、自然をこう壊す、動きを阻止することができるということですね。でこの富士見高原というのの、まあ、別荘地として、開発されていくその起源は、まあ、これは 5.15 事件で有名な犬飼首相でありました。で犬飼首相はですね、これは自分の別荘に、まあ、白林荘という名前をつけて、
それでそこに滞在するのを、まあ、何よりの楽しみとしていた、まあ、彼は漢石に非常に造詣が深かったので、非常に書をたしなみ、そしてかつ書道の腕前も相当なものだったので、まだこの土地のあちこちにこの犬飼首相が残した掛け軸とかそういうものが残っています。で一応、そういう文人としては犬飼剛ではなく犬飼牧道というふうに名乗っていたんですね。でところが、まあ、彼は自分の晩年はもうずっとこの別荘で暮らしたいというふうに願っていたのに、まあ、その政局が変化してまた引っ張り出されちゃったわけです。で引っ張り出されたら暗殺されてしまったというそういう悲劇の首相で、ありました。で、まあこの、まあ、犬飼首相が、まあ、そういう別荘地の、まあ、起源としてあるんですけれども、まあ、その後、まあ、さまざまな人々が、まあ、この場に集うことになり、まあ、最初はこの高原愛好会っていうのは割と政治家の方も多かったですね。政治家の方も多かったんですけど、まあ、だんだん今日では大学関係者が増大して、いるわけですが、まあ、そういうやはりまあ、ひとときのその避暑地ですね。でそれをやっぱり何らかの形で確保するというのは非常に重要なことであると。で避暑地っていうのはなんかなかなかいい英語にならないんでですけれども、やはり、そういう別荘を持つことでやはりまあ、東京とかそういう文明の中心で流れるのとはまた違う時間を持つと、まあ、もう一つの時間と空間を持つというのは、まあ、私は個人的には大事なことであるというふうに思っております。で、まあ、この八ヶ岳山麓には、まあ、そういう自然保護運動のみならず、まあ、非常に関係してくるのはさまざまなそのまあ文学者がいたということなんですけれども、これは一番有名なのはこの堀達夫の風立ちぬだと思います。でここにこの愛好会で出したその愛好会の、まあ、文学まあ、文学研究のような、まあ、本もあるんですけれども、古くはこれは荒良木派っていうそういう斎藤茂吉のような歌人が集った、まあ、歌を読むグループがいたんですね。だからそういう石碑も、まあ、この地にはいっぱい残っていますけれども、まあ、重要なのはそれこそサナトリウムが存在したことでもこの富士見という場所は非常に有名で、風立ちぬで書かれている、サナトリウムはまさにこの、八ヶ岳山麓であります。そしてここで宮崎アニメのポスターを引いていますけれども、これは別に人気があるからと引いたのではなく、この宮崎駿さん自身もこの地に別荘をお持ちだからですね。だから本当に逆に言うとこれはアニメ研究家の方などは、まあ、ひとたびこの地に足を踏み入れると宮崎アニメで出てくるような風景が次々に展開されるということであります。そして、まあ、一番最後にまあ、ここが今日の肝でありますが、まあ、現代にソロがいるとしたらどんな人であるかということですね。でここで長谷川豊さんという方、まあ、この人は私より一つ、まあ、年が上なだけですから、
ほとんどもう同年配と言っていいんですけども、あのお孫さんも、まあ、いますけれども、あの子ども4人のうち、かなりあのお嬢さんがまあ2人、あとあの男の子は2人いますけれども、あの上の坊ちゃんは今あのカナダの方で、過ごしてますね。それでここの、 あのハセヤンというこの長谷川さんはカナディアンファームという、これはあの完全にこれは昔流に言えばヒッピーのコミューンのような、まあ、共同体を、まあ、打ち立てて、で表面的にはここはレストランであります。しかしレストランである部分はほんの一部で、かなり広大な土地の中でさまざまなログキャビンを建てて、そしてあの、まあ、あの一種共同生活を営んでる。でこの方にとってあのレストランのために料理をするっていうのは活動のほんの一部 で、 でむしろはあの、まあ、森林を切り開いたりとか、まあ、それから廃材を持ってきて、家を建てるとか、まあ、あとあのこの方はなんと自分たった一人でですね、あの床下暖房まで作ってしまったというあのそういうエピソードの、まあ、持ち主でもあります。であのここはあの先ほど佐藤会長もおっしゃったように、あの私のゼミではマイナッツのようにこの近くのペンションで合宿して、必ずこのカナディアンファームで、まあ、あの1日だけは一緒にランチを食べるということをやってたんですけれども、この長谷川さん、まあ、長谷山はですね、あの京都生まれなんですね。京都生まれで、なんであのこういう、昔で言えばヒッピーのコミューン的な形でレストランをやるようになったかというと、まあ、白樺湖、まあ、白樺湖もあの八ヶ岳の、まあ、あの隣 の、 あの、立品の方にあの行くとあるわけですけれども、あの立品の方の白樺湖にある、まあ、ホープロッジという、これはあの大量の馬を持っているあの、やはりコミューンがあるんですね。でそこの、まあ、川村義彦さんという方にこのハセヤンは最初弟子入りしたんですね。でこの川村さんというのはあの自伝を出してて、でこの人もあの相当アメリカで修行したので、この自伝のタイトルがですね、あの日本の酋長クレイジーホース、これはまあ大変面白い。あのこの人あの表紙を見るとどう見たってこれはあの馬に乗ったカウボーイですよね。カウボーイなんですけど、この自称の名前が酋長だったんで、ここであのカウボーイとインディアンがこうごっちゃになってるとか大変面白いんですけれども、あのこの川村さんの薫陶を受けてこのハセヤンはあの今度はこの八ヶ岳山麓に、まあ、自分なりのコミューンを作ったということなんですね。ですからあの、まあ、これは完全に自給自足の、まあ、共同体であると。そして、まあ、あのそういう、まあ、なんとなく60年代のアメリカのカウンターカルチャーをもうあの地で言ってるような。しかしこの人はあの阪神淡路大震災とかいろんな災害が起こるとそこに真っ先に駆けつけるボランティアでもあります。そしてあのこの八ヶ岳山麓の森の中であの台風で、まあ、あの木が倒れてあの、道が通れなくなったりすると、その時もこのハセヤンはすぐ駆けつけて、そしてあの、まあまあ、道を通れるようにする、まあ、そういうあのボランティア精神 の、 あの持ち主でもある。であの、まあ、だからこの人の場合はウォールデンポンドのほとりであのたった一人で生活したっていう、まあ、そういうソロとはあの全然違うわけですけれども、あの一方でこの、まあ、ハセヤンはその、まあ、一番最初この川村さんのホープロッジで居候してた、わけですけれども、あのその後、アメリカにあの、修行に行く時もこの、 あの師匠からあの資金的な援助をしてもらってるんですね。そして今のこの長谷川さんはですね、
むしろこの自分のコミューンの中に絶えず自分を慕ってくる若者たちがいると、若者たちがいて、その膨大に立っているログキャビンにみんなで住んで、そしてレストランも手伝い、そしてさまざまな森林開発も手伝っているという、そういう状況を非常に楽しんで、そういう若い仲間たちのことを居候と呼んでるんですね。だからこのタイトルで現代のソロと居候というふうにしたゆえんなんですけど、まあ、よくよく考えるとヘンリー・デイビッド・ソロ自身も師匠エマソンの家に結構居候してた。だから私はこのソロっていうと、なんかこう、まあ、たった一人でウォールデン・ポンドの脇で暮らしてたっていう、まあ、そういう印象ばかりが強いんですけれども、まあ、居候としてのソロっていうのも考え直してもいいんじゃないか。だから別に引きこもりっていうわけじゃなくて、むしろインディアンとも積極に交わったわけだし、そういういろんな形で自分も居候で、それから多くの若い居候を受け入れるという、まあ、そういう思想ですね。まあ、それがいわゆる現代では珍しいかもしれない、アメリカ的なコミューンを、この八ヶ岳山麓に、実現している。だから私はこのカナディアンファームっていうのを訪れるたびに、ヘンリー・デビッド・ソロを思い出すし、そして私自身の家族も間接的ではあるけれども無縁ではなかった自然保護運動というのにも思いを馳せる次第であります。拙いお話でしたが、以上をもって私の講演を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。辰巳先生、ご講演ありがとうございました。歌集と奇集、ソロと居候という、非常にダジャレですけれども、しかし中身の伴った非常にいいエテムようなところがやはり先生らしいご講演だったと思います。最後の方に写真でもありましたけれども、カナディアンファームが登場しまして、先生もおっしゃっていましたけれども、私も大学院生の頃は夏にこう研究発表会というのがありまして、近くのペンションでは朝からもう本当に晩まで研究発表とディスカッションをするんですね。しかし昼にはこのカナディアンファームへ移動して、ここではもう盛んに雑談を交わすわけです。それこそソロと居候のような話がいっぱい出てくるわけですね。非常に懐かしく思いました。先生ご自身の 話もですね、そういった形でたくさん伺ってはいるんですけれども、私が学生の頃にはこのおじい様のことですね、このおじい様のことについてあまり詳しいお話をこうお伺いしてこなかったように思います。いつぞやその週刊誌の読者欄にですね、先生のご先祖のことを知っている方を探していますというような記事を出されていたような、そういう思いもあります。このおじい様の生涯についてのリサーチというのは、どのくらいの時からこう何かをきっかけにしてこう大きく進展してきたのでしょうか。これはですね、非常に面白い事情が様々にあるんですが、しかし根本的には本来祖父の伝記は私の父が書く予定だったんですね。でしかしだんだん父も年を取ってきて、それで2013年に亡くなってしまったので、その父 のやり残した仕事を私が継いでいるという感じなんですが、ただ亡くなる前にも何度かですね、そのロンドンにさまざまな国際会議 の関係で訪れたついでに赴いて、かつてその祖父の一家が住んでいた町であるとか、それはロンドンの南のストレイタムという町 でそこは日本でいうと田園調布みたいなとこですかね。ストレイタムというのはシャーロック・ホームズ
短編の中にも出てくる町ですね。ですからそういう意味でリサーチはして、そして2005年だったんじゃないかと思いますけれども、たまたまそこでストレータムの資料を調べてたら、これイギリスには郷土史をやってらっしゃる専門家がいるんですね、郷土史家の方が。それでその郷土史家のジョン・ブラウンさんという方の家を訪れたら、なんとあちらからも、まあ、実はその世紀転換期にその河野城辰巳という人間がこの一等地に土地を持っていたけれども、それと 何か関係があるのかってあちらから聞かれた、イギリス人の方から聞かれたということがあります。だからこちらも調べ始めたんだけど、あちらも調べてるということがあって、その後は結構この祖父のことはですね、いろんなインターネットで資料も収集できるようになって、そして結構私がそういうことをやってるというので、いろいろ情報をくださる方もやっぱりネットを通じて増えました。だからこれは本当にインターネット様々で、かつて祖父の同僚であった方のやっぱりお孫さんとかね、かつて祖父のそのストレータムの家で住み込みのコックをやってた方のお孫さんとか、そういう方々からたくさん情報が集まるようになったので、それでそういう新しい資料を集積してなんとか今も祖父の伝記を完成させようというふうに、思っているところであります。ありがとうございます。現代ならではのテクノロジーに、郷土史が結びついたわけですね。そうですね。ソロも実際ウォールデンの中をはじめとしていろいろ郷土史が出てきますけれども、面白い偶然ですね。あとは、八ヶ岳ゆかりの文学史として堀達夫の風立ちぬも出てきまして、これ先生もおっしゃってた通り、やはり堀達夫の風立ちぬで、それで八ヶ岳というと、サナトリウム文学というイメージがあって、志賀直哉の木の先にてや、梶井元次郎ののんきな感じだ、安岡翔太郎の改変の光景など、そういった系列が思い浮かんでくるんですけれども、今回はですね、この八ヶ岳がもっと国際的な文脈に位置づけられているように思いました。でこのあたりはやはりアメリカ文学研究ですと、Y.T. リモックの Through Other Continents ですね、なんかこのような手法を連想します。これも、Y.T. リモックがソロオンスリーコンティネンツなどというのを書いてますが、やはりこのようなことも意識されてるんでしょうか。いや、それはありますね。だからやっぱり日本のこういう一種のリゾートみたいに見られてるところも、言ってみれば60年代のヒッピーのコミューンみたいなものがかつて本当にあったというのは聞いていますし、先ほどの長谷川さんなんかはね、もちろんその、末裔であって、ヒッピーそのものではない、そのものではないけれども、限りなく現代のソロというふうに呼びたい方だし、だからそういう形で日本の中にアメリカを見るという点では八ヶ岳非常に面白いところだし、それからサナトリウム文学っていうふうに言われましたけど、かつてサナトリウムだったところは今はこの町では富士見高原病院という名前で実際の病院になって一応その土地にありますよね。だからやはりこれは最近聞いたことですけれども、この高原にはなんと隠れキリシタン の, ゆかりのマリア像まで伝えられているというようなことまで聞きましたから、意外にトランスナショナルなんじゃないかということはあります。その先ほどの長谷川さんも最初の奥さんはカナダ人でしたから、だからその間 そのお子さんたちはみんなカナダ人の血を引いてるっていうことがあります。だからそういうその師匠の川村さんにしてもやっぱり
アメリカで修行して、そしていろんなノウハウを得て、で、まあ、日本でそういう白樺箱にホープローチ作ったとか、だから我々まあ、海外の文物を持ち帰るというのはなんか非常に我々の業界だとこうテクストを考えますけれども、テクストとか、まあ、そういう文学的な文化をまず考えますけど、そういういわゆる技術、なんか自給自足の技術というかね、まあ、そういうものを持ち帰ってアメリカを八ヶ岳に移植してきた、まあ、そういう人たちもいるということで、うん、そういう文化もやっぱりちょっと目には見えづらいかもしれないですね。でも目には見えづらいところにまあ、真の地の体系があるかもしれないっていうのが、それは逆にかえって素老的じゃないかと思います。そうですね、ありがとうございます。確かにカナディアンファームにいる時間というのは、まあ、少し息抜きで、うん、本当に雑談や冗談ばっかり言ってたような気がしますが、うん、しかしそんな中にもちゃんと学問があったという、うん、まあ、よくことわざに田舎の学問より都会の昼寝なんて言います。これは逆で田舎で雑談を交わしているうちに、知らず知らずのうちにこの素老的な側面も学んでいたんだなと思います、うん、そうですね。じゃあ最後になりますけれども、うん、まあこの国立公園成立に関しては、まあ、ソロ学会でも上岡克己先生をはじめとして研究をされている人がいまして、うん、例えば初代の森林管理局長官スティーブン・マザーっていうのは、これピューリタンのコットン・マザーの子孫で、そうですね、まあ、それこそ自然と先住民を抑圧してきたピューリタンの子孫が今度はまさにこう皮肉なことに、こう皮肉というんでしょうかね、まあ、いい意味で祖先とは全く違う運動に出てきたわけですが、またあとミューアとローズベルト大統領とのこの相互交渉という話も出てきました、うんうん、先生はこれまでやはりこの大統領とこのアメリカ文学研究というものの接点というものもいろいろ探ってこられたと思うんですが、やはりここの今回のご発表にもやはりそういうような視点がやはり盛り込まれていると、こういうふうに見てよろしいんでしょうか。もちろんこのやっぱりローズベルトがね出てくるのは非常に重要で、それ先ほどのその講演内でも言いましたけども、やっぱりもう1890年から1900年っていうその間っていうのはアメリカ国内ではフロンティアが消滅し、そして1898年の米西戦争で帝国主義ゲームに乗り出すっていう、まあそういう転換期ですから、アメリカはいろんな矛盾をはらんでたと思います。だから一方じゃ自然保護運動はあったけれども、それと同時にインディアンの、まあ、抑圧もあったわけだし、しかも国家的には帝国主義化していくっていう、まあ、そういう端境期でしたから、それを象徴しているのが、まあ、20世紀最初の大統領と言っていいんですね、シオドア・ローズベルトは、まあ、マッキンリーのが暗殺した後に繰り上がったわけですけど、だからシオドア・ローズベルトが体現しているものっていうのは非常に重要なクリティカルポイントだと思いますね、それはね。だからよくまあとある歴史書からすると、シオドア・ローズベルト自身は具体的な戦争に加担しなかったみたいな、そういう評価もありますけれども、それは冗談じゃない。つまり米西戦争が終わった後に、まあ、実はフィリピンでの戦闘は続いてた。だから米西戦争の後に米非戦争っていうのが確実にあるわけなので、だからそういう形でアメリカが実際に戦っているのに年表からはあえて抑圧されている、そういう戦争もある。だからベトナム戦争だってね、敗戦したって認めたくないわけですよね。だからそういう都合の悪いことは隠蔽していく、そういう時代を体現している大統領としてもシオダー・ローズベルト、なかなか面白いと思っています、うん、ありがとうございます、はい。まあ、ウォールデンの中でもちらっとこうポーク大統領が出てきて、うん、まあ、アリの話をしながら戦争の話をしていたりという、うん、まあ、そういうようなことも思い出しました、はい。今回も大変に啓発的なご講演をありがとうございました、うん、はい。では以上をもちまして特別講演を終了いたします。先生どうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。 Thank you.
Thank you.